福白爵、エドワード・モンタギュース・スチュアート・グレン・ビル・モンタギュース・スチュアート、ウォートリー・マッケンジーは、イギリスの貴族、鉄道会社取締役。第2代ウォーンクリフ男爵とジョージアナ・ライダーとの、長男として生まれた。イートン校に学び、卒業後は、このエレンタイ・グレナディアガーズ付け将位に任官した。1855年に、父の死去に伴って、男爵位を継承した。 1859年から1861年にかけて、ウェストライディング義勇連帯付け少佐を務めた。後にマンチェスター・シェフィールド・リンカーンシャー、鉄道取締役を務めた。1876年1月16日に、ウォーンクリフ伯爵及びカールトン爵に異された。この爵位には、弟フランシスへの相続を認める特別継承権が付与されていた。 1880年に直居を得て、一族の生命に、モンタ牛星を付け加えた。1899年に死去した。彼には存命の男子がなかったことから、弟の子フランシスが借位を継承した。1855年7月4日に、スーザン・ラッセルズと結婚して、一人息子を設けた。ありがとうございます。